東京グール理想の写真。皆さんこんにちは。テレビアニメ東京グール RE 佐々木廃生役の花江敦樹です。あ、どうも皆さん、ボンジュール。トレビアンこと月山修です。よろしくお願いします。月山さんです。月種類こと堀知恵半めぐみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうした、佐々木月山さん、 Who are you? 腹筋が辛い。あ、一応あの宮野守さんです。あ、ボンジュール。あそこ行ってなかった。さあ、ということで、この番組はですね、テレビアニメ東京グール RE に出演するメンバーが毎回 D の頭文字から始まる何かしらの企画をお届けしていくという番組なんですけれども、まあ今回もゲストということで、宮野さんとハンちゃんがいらっしゃいました。よろしくお願いします。ね、月山さんの会社ですからね。ここね、月山さんのザイバースの、そう、ようこそ、ようこそ。いいところですね。パパンが、パパンが。はい、まあ、前回それミルモさん、それはパパンです。それはパパン、パパン。今回もビクル僕のやばいな。今回のテーマ、そうだね、理想の写真です。堀知恵がいるからね。あ、そうですね。そうだね、そうだね、堀知恵がいるという。そうだね。だいぶもう、あの、去ってます。そうだね、今も去ってます。はい、トレビ、トレビ、トレビ。はんちゃん演じる堀知恵は、月山さんの、グルメシーンだったり、悲しむ月山さんなど様々な角度から写真を撮っていました、そうだね。なので、理想の写真とは一体何なのかというのを、今日追求していきたいと思います。ということで、今回こちら、じゃーん、一眼カメラです。さあ、これから僕らがカメラマンとなります。そして、まあ、誰かが被写体となって写真を撮ってみたいと思います。そうです、キャメラマン、キャメラマン、すみません、キャメラマン、いいキャメラだね。そしてですね、その中からまあいい写真をこう選んでいきたいと思います。まあもちろんあの NG のね写真もあると思うんで、まあ事務所が OK を出したいい写真をこうちょっと皆さんに見ていただきたいということで、こちらのボックス、こっちには僕らの名前、被写体の名前、そしてこっちにはホニャララをしているというね、シチュエーションのお題が入っていますので、この指示に従いつつ写真を撮っていきたいと思います。とってもしもないものが出るんだろうな。とってもしもないものいろいろ入ってる。とんでもないお題が出るんだろうな。楽しみだな。例えば、爽やかに髪をかき上げてとか、そんな程度かい。あと、大笑いしているとか、そんな程度かい。全員おー、やろうか。Yeah.